今日な、緑のキャップかぶろうとしたよ、今日、マジで。やめろよ、俺今日緑のキャップかぶってんだよ。そう、だからマジで、今日マジで、出る直前まで緑のキャップにしようかなって思って。今年のトレンドだってグリーンらしいじゃん。あ、そうね。あのね、グリーンとオレンジ。あ、そうなの。でも去年から着てるから。あ、そうなの。そう、それが続いてるだけやで。何話してんねんってな。最近、コウジ君とサウナ行ってますかと。行ってません行ってません本当に。サウナ話してください。いや、僕ね、だから講師とは言ってないんだけど、うん、今収録時期全然違うんだけど、うん、今んとこ4日連続で行ってるかな。え？毎日？うん、仕事終わりでちょっと早く仕事が終わったら行くし、仕事がちょっと後ろからだったらその前に行くし。なるほどね。その最近行ってるところが、うん、室温と水の水温の高低差がすごいとこ見つけて、うんうんうん、なんと室温がね110度あんの。高いね。高いよ。高すぎ？これ無理だわ。水風呂が当てていい？何度？13度。あー、9度。うわ、低っ！それ連れて行ってよ。いや、いいよ。いや、なんだ今の、まあ。最近全然、俺結構ショッピー最近誘ってんのにな。全然、なんか、俺は誘ってんのに、なんか、流される。いや、一郎の流し打ち並みに流される。と思うじゃん、うん、これはトーク用なんですよ、これ。誘ってるやんとか言うじゃん。全然誘ってこないから。え、見せようか今。トーク。いやいや、やめろやめろ。見せようか、ご飯も誘ってるもん。見せようか、ちょ、見るわ、待って。調べるな、鍋って調べて。ええわ。鍋。あー、なるほどなるほど。サウナ行きたかったからサトル誘ってるもん、ほら。あ、そうだ、多分だからドラマ中とかに多分連絡くれてて、ちょっと時間的に遅くなっちゃうからって言って断って、多分その後一人で行ったんだ。そうです。すいません、俺その時一人で行ってるもん。書いてあるもん。ほんなら一人で行ってきたわって言ったら、羨ましいなって来て。まあそろそろ行こうかな。じゃあそろそろ一緒に行きましょうか。お願いしますよ、迎えに行きますやんか。ありがとうございます。